野上龍馬、野上龍磨く、野上龍馬、1987年6月15日体は、読売ジャイアンツに所属する福岡県、ダザイフ市出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、妻は、タレントの石川理香。ダザイフ市立ダザイフ西中学校時代は、フレッシュリーグの畜紫エンデバーズに所属し、高校は、 当時の公式野球部の監督から誘いを受けた、上村学園高等部へ進学。同校3年時の第77回選抜大会に出場して、準優勝投手となる。一役プロのスカウトも注目する存在となり、プロ志望届を提出したが、指名はなく、日産自動車に入社。社会人時代は、入社2年目のから試合で起用され始め、当時エースだった石心ね。 石黒拓也とチームの2枚看板となり、同年は新日本赤油、エネオスの補強選手として、都市対抗野球へ初出場を果たし、よくは、エースピッチャーとして活躍、チームを2年ぶりに第79回都市対抗野球へと、導いた。2008年10月30日に行われた、ドラフト会議で埼玉西部ライオンズから2巡目、指名を受け、12月6日に契約金8000万円。 年俸戦3 0 0万円の仮契約を結んだ。背番号は20。和足戦力として先発、中継ぎに起用され、25試合に登板。オフの契約公開では200万円増の1500万円で一発サイン、したが、もうちょっと上がるかと思ったと話した。は、前年に引き続き、先発、中継ぎと起用され、登板試合数は増えたが、 防御率は5.14と結果を残せなかった。2は、一軍公式戦への登板が4試合にまで減少。イースタンリーグ公式戦では、主に先発投手として起用されると、最多勝ちのタイトルを獲得した。契約公開では300万円減の1300万円で、サインは、キャンプから校長を維持し、開幕一軍スタート、ローテーションの谷までの先発や、 ロングリリーフなどで登板していた。夏場以降は、ローテーションの一角として、登板を続け、6連勝を含む、キャリア配達昨年までの自己通算を上回る発祥を上げた。契約公開では1500万円増の2800万円で、サインは、開幕一軍スタートを切ると開幕ローテーションの一角として期待されて、順調に勝ち星を伸ばしていたが、 夏頃のチームの不調とともに、自身も調子を崩し、A クラス入りとクライマックスシリーズの出場がかかった、チーム事情から終盤では、中継ぎに回った。9月26日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、アンドリュー・ジョーンズに逆転タイムリーを打たれて、負け投手となったが、それ以降は中継ぎとして、フル回転で10月1日には、自身初となる10勝目を挙げた。 最終的に、騎士高と並ぶ、チーム最多の11勝を挙げた。契約公開では2000万円増の4800万円で、サイン。も開幕ローテ入りを果たしたが、交流戦から打ち込まれる場面が目立つようになり、防御率は5点台後半まで悪化し6月に、登録を抹消された。一軍復帰後は中継ぎとして起用されたが、ほどなくして、 先発に戻ると8月22日の北海道日本ハムファイターズ戦で初関東を記録する先発として73試合目での達成は史上最長など終盤は調子を取り戻した契約公開では300万円減の4500万円でサインも開幕ローテーション入りしたが4月4日の福岡ソフトバンクホークス戦で打球が足に直撃し4月6日に 登録を抹消。4月16日に1軍に復帰し、3連勝を記録した。チームトップの4勝を挙げていたが、5月10日に背中の針を訴え、再び登録を抹消。5月20日に再び1軍登録された。しかし、7月1日のソフトバンク戦に勝利して、以降、8試合白星を挙げられず、4敗。9月からリリーフへ配置転換された。 シーズン終盤の9月下旬から先発に復帰したものの勝ち星は挙げられず後半戦は0勝4敗に終わったこの年は27試合の登板で7勝7敗防御率4.22に終わった契約公開では1300万円増の5800万デサイン減額を予想していたのかみはびっくりしている4年間の実績を評価してもらったと話したも開幕から 先発ローテーションに加わったが、4月20日の日本ハム戦から勝ち星を挙げられず、6月18日の東京ヤクルトスワローズ戦からリリーフへ配置転換された。6月23日に先発の菊池武士星が登録を抹消されたため、6月25日の千葉ロッテマリーンズ戦から先発に復帰。先発として五試合に登板したが、0勝三敗と結果を残せず、八月から、 再び、リリーフとなった。8月13日のオリックス・バファローズ戦で2回に、失点と抑えられず、8月14日に登録を、抹消された。9月20日に一軍登録され、同日のオリックス戦で先発として登板。6回を4安打1失点4奪三振に抑え、前述の日本ハム戦、4月20日以来の勝利投手となった。 この年は22試合の登板で3勝9敗、防御率3.87に終わった。2は、知人の紹介を機に4年前から交際していた、モーニング娘。OG の石川理科と結婚したことを3月13日に発表した。レギュラーシーズンでは、9月23日の対、オリックス戦、メットライフドーム1軍公式戦初完封勝利を挙げるなど、右のエースとして活躍。 2013年以来自身2度目の11勝を記録したほか、被打率を前年の274から237にまで改善させた。チームのレギュラーシーズン2位で臨んだ楽天とのクライマックスシリーズファーストステージでは1勝1敗で迎えた10月16日の第3戦、メットライフドームで CS 初の先マウンドを任されたが4回途中に失点で降板。 結局、チームは、ファーストステージ敗退を喫し、敗戦投手となった。レギュラーシーズン中に、国内 FA 権の取得条件を満たしたことから、シーズン終了後の11月15日に、球団を通じて、国内 FA 権の行使を表明。同日付で、NPB から、フリーエージェント宣言選手として公示された。読売ジャイアンツ、阪神タイガース。 横浜 DNA ベイスターズが、野上の獲得を検討し、西部が FA 健康死後の残留を認める方針を掲げていたが、11月下旬には巨人に移籍することを西部に伝えた。2017年12月1日に、読売ジャイアンツが野上の入団契約で合意に達したことを発表。12月4日付で、フリーエージェント宣言選手としての契約締結合意が、 NPB から公示された総額4億5、0円という条件での3年契約で背番号は23。スリークオーターから平均球速約時速 141km、最速時速 149km のストレートにスライダー、チェンジアップ、カーブ、フォークを混ぜる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。